今日はチョコ千葉県民です千葉県浦安市にあるのに東京ディズニーランドなどはなぜで,で,でしょうか許せません <laughs> 許せませんって言われてもな俺多分許せないのは千葉県民以外の人がなんで千葉県なのに東京を名乗ってんだって君のとこにツッコミ入れてると思うんだけども <laughs> さてねあの正直な話俺大阪に住んでるたんじゃん。 で大阪に住んでた人間の大阪の感覚から言うと千葉なのに東京って感覚あんまりないんだっていうのは東京駅の近辺から電車で1時間圏内で行けるところだったら全部東京でいいじゃんって正直思うわけよ。それが何県なのかどうなのかっていうのは別にとなんだろうなお偉いさんが土地に境界引いた問題でしょと。 じゃあ東京のなんか西の方で1時間半ぐらいかかるところより千葉の浦安の方が舞浜の方が東京に近いんだったら東京でいいじゃんっていうのは正直あるそれなんでかっていうとさ関西人として大阪弁って言われるとかたこ焼き大阪人はって言われても実はああいうこと言われて「はいはい」って笑ってるのってほとんどが大阪人じゃないんだよね。奈良人人人人だだだだっっっったたたたりりりり和歌山県民だったりなんかこう兵庫ののさ滋賀の人だったりする人も まあ、ちょっと心の中に引っ掛か,かりありながらうん関西なんだけどなとか近畿地方なんだけどな和歌山なんだけどな奈良なんだけどな兵庫なんだけどなと言いながら大阪っていうところではいはいって言ったのこれに「いや違います」というのは京都民だけだからさ京都民だけが「いやうちは京都ですから」っていうふうに言うんだけど <laughs> まあそういうのがあるからあんまりね千葉だから東京じゃないとかなんかそこら辺に関してはよその地方の人は関東の「 県配置自体がよく分かってないからあの東京とか、ね、千葉にお住まいの人以外はあんまり気にしなくていいと思うよ。